し戦え鉄人アイアンファイター、空だ海だ地の果てだ、正義は燃え立つ太陽の使者、鉄人鉄人艦長、ようやく香港ですね。我々の任務はここまでだ。やっと肩の荷が下りるよ。艦長、ん？水中より何かが猛スピードで近づいてきます。何？異常警報を発令、各自迎撃態勢に入れ。あれは無わしこそ天下に名を轟かす闇将軍、船底の金塊をいただきに来た。闇将軍だと？撃ち落とせ、金塊を守るんだ。警部、闇将軍って一体何者なんですか？本名陳龍と、国際金塊密輸団の首領、香港マフィアの黒幕、武器調達地下組織の総元締め、まあ7つの顔を持つ男と言われておるが、まだ誰も奴の顔を見た者はおらん。たった一人を除いてはな。誰なんですか、その一人って？わしじゃよ。警部が？10年ほど前、一度だけ奴を捕まえたことがあるんだよ。ああ、それで警部に依頼が来たっていうわけですね。まあ、そういうわけだ。まもなく香港開拓国際空港に到着いたします。ああ、日本 ICPO の大塚だが、コウ・ケイランという方どちらにおいでですかな？ああ、その方でしたらちょうどそこに。あ？ようこそ大塚警部、それに金田翔太郎さん、香港 ICPO のコウ・ケイランです。あら、いや、女の方とは。未確認情報なのですが、どうも陳龍東は変装してこの第13地区に潜伏し、そこから部下たちに指令を出してるらしいんです。第13地区？ええ、いわば香港の無法地帯で、市場やスラム街がひしめき合ってるところですわ。警部、こんな雑踏の中から果たして陳龍東を見つけられるんですか？どんなに変装していようと、このわしの目はごまかせん。行くぞ。はい。ああ、それにしてもいい匂いがしてきた。本場のラーメンでも食いたくなったわい。警部、そんな場合じゃないでしょう。いや、こりゃすまん。ん？翔太郎君、ちょっとここにいてくれ。はい。おお、いい壺ですな。おや、これはなかなかお目が高い。
しかしちと高くて手が出ませんわ。あなたぐらいお金を持っていてもですか、陳竜頭さん。忘れたかい、わしだよ、日本の大塚だ。ビグフじゃ、コウタロウ君、ケイランに連絡して応援をよこしてくれ。はい。待て待て待て、大塚警部、罠にはまりましたな。何？あなたが私を捕まえるために香港に来るという情報はキャッチしていたのです。そこで逆にあなたを捕まえるためにわざと姿を晒したわけです。くそ、そういうことだったのか。私の唯一の汚点はあなたによる逮捕だ。その償いはしてもらいますよ。何を言うか、この悪党め、今度こそ貴様を豚箱へ叩き込んでやるから。それはどうですかな。私を捕まえるにはまずこのカンフーを打ち破らねばなりません。何がカンフーだ、このわしにだって日本の柔道がある。そんなものに負けはせん。大塚警部、大丈夫ですか。翔太郎君、やつらこの先だ。早く捕まえてくれ。翔太郎君、鉄人を。はい、鉄人来い。鉄人だ。鉄人、こっちだ。待って、私も行くわ。いいんですか？危ないですよ。こう見えても役に立つ女よ。さ、急いで。はい。見失ってしまったけど、行き先は分かるの？大丈夫です、警部が発信音を出してくれてますからね。これさえ追っていけば。随分来たわね。ええ、鉄人のスピードと時間から計算すると200キロは来ましたよ。一体どこまで行く気なんだ。あ、橋音が。鉄人が来るぞ、迎撃準備。はっ、うん、あれは
のままじゃあの要塞は落ちないわ。私に考えがあるから暗くなるのを待つのよ。わかりました。大塚警部待っててください。きっと助けに行きますから。その前にやることがあるわ。誰だ。うわ、どうした。強いんですね。役に立つ女だって言ったでしょ。さ、この方針の中にできるだけ火薬を詰めておくのよ。発射と同時に爆発させようって言うんですね。そういうこと。やいやい、一体このわしをどうする気なんだ。殺したければさっさと殺せ。わしは絶対に泣き言は言わんからな。そう熱くなりなさんな。楽しいショーが始まるんだからね。ショーだと。下を見たまえ。チッ。さあ、大塚警部に居場所を言いなさい。そんなことを教えられると思ってんのかよ。僕たちは本気なんだぞ。言わないんなら、待ってくれ。この先を左に曲がって突き当たりの部屋だ。これ麻酔銃なんだ。何？くそっ。おお。どうしました。大塚警部、顔色悪いですよ。警部、大丈夫ですか？翔太郎君、それにケイランさんまで。さあ、急いで脱出しましょう。おう。ボス、何者かが忍び込んでおります。うん、翔太郎とかいうチビだな。殺せ。絶対に要塞の外へ出すな。はっ。わっ。はっ。うわっ。うわっ。ケイブさん。おっと、すまん。翔太郎君、今のうちに鉄人を。はい。鉄人来い。見ろ、鉄人だ。鉄人だ。迎撃態勢に入れ。こそバラバラにしてやる。来たばれ。
翔太郎君、爆発の火が火薬庫へ回らんうちに急いで脱出だ。はい、鉄人来い。鉄人、さあ急げ、爆発するぞ。はい。いやー、やったぞ。これで闇将軍の大要塞も終わりだ。よかったよかった。待って、あれは。やつめ、生きていたのか。そうやすやすとやられてたまるか。大塚警部、それにそこの二人、よくもわしの大事な要塞を破壊してくれたな。決して生かしては返さんぞ。闇将軍め、行け鉄人。骨があると見えるだが、わしの武器に対抗できるかな。それ、気をつけて、チンはヌンチャクの達人よ。何を生意気な。行くぞ。それ、一気に行け。カンフーロボの武器はこれだけではない。見ろ。うわ。カンフーロボ必殺の十字剣だ。くたばれ鉄人。どうだ、十字剣の切れ味は。それ。あ、鉄人、危ない。うわ、鉄人。口を出すな。それ。やるんだ。翔太郎君、思い切って鉄人を突っ込ませなさい。いい、肉を切らせて骨を断つ、これしかないわ。そんな、鉄人を信じるのよ。鉄人、行け。どうした。鉄人、頑張れ。鉄人、まだだ。
翔太郎くん、よくやったわね。ありがとう、ケイランさんのおかげです。いや、安心したら腹が減ってきたぞ。早く香港へ帰って美味しいラーメンが食いたいもんだ。ケーブったらもう、ギネスブック世界一の座をかけて巨大ロボチャレンジャー1号が鉄人に挑む。噴火する三原山で壮烈な戦いが続く。負けるな鉄人。次回鉄人28号、ギネスブックへの挑戦、お楽しみに。